サーニニアン・マーティン・スティーブンは、オーストラリアの裁判官、政治家。オーストラリア高等裁判所の裁判官を経て、1982年から1989年にかけてオーストラリア総督を務めた。1923年生まれ。第二次世界大戦では、オーストラリア帝国軍に従軍。1952年に、ビクトリア州の法廷弁護士資格を取得し、 1966年に直線弁護士に就任。1970年から1972年にかけてビクトリア州最高裁判所の裁判官を務めた。ついで1972年から1982年にかけてオーストラリア高等裁判所の裁判官を務める。1979年には数密顧問官に列している。 1982年7月29日から1989年2月16日にかけてオーストラリア総督を務める。1993年から1997年にかけては北アイルランドア平会議の議長を務めた。また、ユーゴスラビアやルワンダでの戦争犯罪を裁く国際法廷の裁判官も務めた。1994年4月23日、 女王エリザベス2世より、ガーター勲章勲章氏に除せられた。2017年10月29日にメルボルンで死去。KG、AK、GCMG、g 亡、クブ、PC、QC。ありがとうございます。